アンナーストリットサンペはスウェーデンのデザイナー。主にテキスタイルの分野で活躍し、北欧のモダンテキスタイルデザインの発展に大きく貢献した。テキスタイル製造業に従事していたオットー・ペテルソン・サンペとアンナ・ラーソンの娘として生まれる。1919年に家族で移住したボロースで育つ。幼い頃から宿題をした後には、 テキスタイル作りを手伝うなど才覚を表していた。1928年から1932年まで、ストックホルムのアートスクール、コンストファックで学ぶ傍ら、ロンドンのロイヤルカレッジオブアートでも学ぶ。一方で、スウェーデンのクラフト組合の一員となる。卒業した後1934年には、ドイツ、フランス、イタリア、チェコスロバキアを旅行し、その経験は、 後のテキスタイル制作において大きな影響をもたらす。1936年には、ストックホルムの百貨店 NK に就職し、1年後には、同社で新しく発足したテキスタイル部門の主任となる。戦後1950年代に入り、質が高く、デザイン性の高いテキスタイルへの需要が高まる中、N 校は、署名入りテキスタイルプロジェクトを立ち上げ、 三平がプロジェクト主任として任命される。このプロジェクトでは高品質で、公共スペースでの使用にも適したテキスタイルを生み出すため、建築や芸術、科学など様々な分野から12名が選ばれ、デザインを担当することになった。12名の中には建築家のアルバールとヤスベン、マルケリウス、グラフィックデザイナーのオーレエクセル、工業デザイナーのスティグ・リンドベリなどが含まれている。 1954年には N 校で展示会が開催され評判となる。同展覧会はそれまで特に認識されることのなかったテキスタイルデザイナーの名前を世間にアピールする上でも大きなきっかけとなった。1960年にはテキスタイル部門の管理職に任命され同社の取締役の一人となる。三平はスウェーデンで 初めて防水かつ難燃製のグラスファイバーの基板を作った人物とされている。1939年にはニューヨークで開催された万博のスウェーデンパビリオンのインテリアデザインをスベン・マルケリウスと共に担当している。1955年にヘルシンボリで開催された展覧会 H55 ではアストリッド・サンペ、マリアンヌ・ニルソン、 アルメダールス社によるスウェーデンリネンの革新的なシリーズ、リネンラインが発表された。同シリーズではパターンや色彩において新しいアイデアがシングやナプキン、キッチンクロスなどに表現された。同点では赤と黒のシンプルな島をデザインした朝のキッチンタオル、コチトリブズルがより美しい日用品をのスローガンと共に発表された。このキッチンタオルは現在も バームランドにあるリネン織物会社のクラスボルスにより製造されている。1950年代のスウェーデンではプリントのキッチンタオルは画期的な存在であり人気を博した。特にサンペ編ンがデザインしたベーションさんのスパイスラックは注目された。1952年にはシンナにあるカーペット製造会社カストホールとのコラボレーションで 控えめな島と幾何学模様のウィルトンシリーズのカーペットをデザインした。1946年からは多くの建築家と共に公共デザインにおけるテキスタイルを手掛け、一方でワシントンや東京にあるスウェーデン大使館を含む多くのインテリアデザインを手掛けるなど国家的事業にも関わった。その中にはストックホルムにある テクニカルカレッジホールのテキスタイルインテリアやニューヨークの国連ハウスにあるダグハマーショールド図書館のカーペットなどが挙げられる。この図書館のカーペットのパターンは五大陸が五種の樹木で表現されている。1948年からはコネチカットにあるアメリカ最大のカーペット製造会社クノール社のインターナショナルテキスタイル部門でも仕事を持った。 1949年には、ロンドンで英国王室名誉行業デザイナーに選ばれている。ニューヨークやロンドンではたびたび展覧会を開催している。1972年には、サンペは N ー百貨店を離れ、ストックホルムに自身のデザインスタジオを構え、テキスタイルや内装デザインを手掛けた。1937年と1939年の、 世界万博に参加したほか、1960年には、スウェーデンの手工業を紹介する大規模な展覧会、トリビュートトゥスウェーデンにも参加している。美術キュレーターのベラユーソンと共に、テキスタイルの本も出版している。サンペの作品は、ストックホルムにある、国立美術館をはじめよう手彫りのロースカ、ミュージアム美術館、ニューヨークのモーマ美術館、ロンドンのビクトリア アルバート美術館、ミネアポリスのウォーカーアートセンターミュージアム、トロンハイムの国立現代美術館などに所蔵されている。1936年から52年の間は出版業者の息子ステン・フルトベリと結婚していた。ステン・フルトベリは出版業者であり後に広告のスペシャリストとなるアルビン・エルンストル・ドビグ、フルトベリとナンシー・エルサ・ソフィア・ローセン・グレンの息子。結婚当初サンペは フルトベリの姓を名乗っていたが、その後、サンペフルトベリとしている。1939年には、娘のモニカ・バックストローム、1942年には、息子のヘンリック・フルトベリを授かっている。娘のモニカもテキスタイルデザイナーとして活動していた。ベムアルデット、スベェンスク・バイオグラフィスク・ハンドボックス1965、ストックホルム1965、S962。 スベリエドボック 1901-2009DVD ロムバージョン5.00スベリエスレイクトファースカルファーバンド AB アストリッドサンペデジングネーアーカイバット2019年10月11日閲覧リブリスハットナショナルミュージアムハットロースカミューシートハットミュージアムオブモダンアートハットビクトリアアルベルトミュージアム ハットスベリエドボック 1901-2009DVD ロムバージョン5.00スベリエスレイクトファースカルファーバンドロテマンネン CD ロムスベリエスレイクトファースカルファーバンドストックホームズシュターツラーキブサンペ A アストリドデザイナーストックホルムアイベムアルベムストアストックホルム 1962S1132 ヘッドルズドクトラービドコンズトナーリーが、 ファーキュアルテイテンコーティボーグスユニバーサテッド、2013年10月20日閲覧ありがとうございます